はいみなさんこんにちは2023年ここが出た管理業務主任者本試験解答速報ですで私はですね担当しますのは講師の小野と申しますよろしくお願いしますさてで私は担当するところがあの民法と区分所有法経と言えばいいかなえー、そのたりやっていきますであとね えと標準管理規約ですとか、あと委託契約書、それから適正化法とか、それからちょっと細かい法令ね、えー、そのあたりは有山先生で、設備関係ですね、設備関係の、ね、部分、このあたりは亀田先生の担当となっております。で、私はね、えーまあ、民法とか区分法ね、担当させていただきました、えー、さてで、改めまして皆さんね、お疲れ様でございました。さあ、えー、今日はですね、この回答速報というタイトルなんでございますが、 えっと先に謝っとかないとね、えー、っともしもですね皆さんこのね、えーまあ、収録というかねこの画面ね、うん、見ていてでもって答え何番とかねでもってねあの予想得点ね、うん、あの合格基準点は何点とかねいうのを期待なさってる皆さんすみませんそうじゃないんです <laughs> えっとね今試験終わってですねまあ2時間ぐらいしかってないんですで我々ねえー、っとね制作ね こうして担当している我々が、あのこのね答え問題をいただきまして、で裏を取ってねしっかり根拠を取って解いたんです。ででまあどういったね問題が出て、どのようなね難易度だったかという話をね今回やっていくんです。まあですからね、選問いの一番選択肢何番ですとかね、それからまあトータルでね50問ありました。ででえー、っとね合格基準点はねこれぐらいでそうしますとかっていうことは言えないんです。えー、まだあのデータが全くないんで。 データが全くないのでね、まあ、ですからある意味この書感という感じでお話をさせていただきますだいたい15分から20分ぐらいかなぐらいでね、えー、と内容的なものを多少お伝えしますただ今申し上げましたようにあの例えば問いの一番ね問いの一番答え何番ですっていうのはすいません申し上げられないんですまあ私が言ってしまってねでああできたと思っている皆さんがねあとでもし例えば変更になってね変更になって なんだよってことになってるとちょっと皆さん失礼なんで、えー、まあちゃんとね確定校が出るまでは何番という答えはしませんただ途中でですね選択肢は触れちゃうと思いますね、えー、選択肢は「まあ、これはさ」とかね出てきてしまうと思うんですがまあそういう話でね15分ぐらいお付き合いくださいさあではね、えー、改めてお疲れ様でございましたさあで法令なんでございますけどね民法とか区分法ねどうだったかなあの今回 まあ全体的なことを申し上げるとあの何この個数問題であやられて感じでしたね全部で15問ありましたか個数問題が、ね、まあね、まあ、ほとんど、ね、3分の1ぐらいのねええ勢いで来てましたんでまあということも含めてねなかなかあの語学基準点は読みにくいかなと思いますただ私が担当するところもね5問ぐらいあったんじゃないかな民法とか区分法ですね、えー、ただあの 配置ですよ、ね、問いの1から問いの4番まで民法とかねまあどこに何が出るかっていうところに大きなずれはなかったかなまあ大体全部で15問ぐらいねございましたんで、まあ、大きなずれはなかったかなと思いますまあだからねえっ、ー、と出題される場所ですよね問いのしねあと26に区分法がポンと入ってねで29から34からね39から38から40とかね383940とか。 で45万が宅軒情報とかね。まあなんというかその位置的なものとか量的な問題はね、ものはずれはなかったかな。毎年の同じような感じでした。えー、さてなんですね。で、えー、今回ですね、あの、えー、っと、私もね、私はあの受験はしに行ってないです、今年はね。で、これ、あの、印刷をしてもらってね、で私、えー、っと、50問のやつを持っております。 でそれをもとにしてお話をしていくんですがやっぱりの画面に映したりはしません、ね、画面に映したりはしませんのでまあですからそうですねえー、っとこの15分ぐらいのお話はね今年受験をした方ということで私はお話をしますだからお手元に今年のね、A、問題があるよという方を前提にお話をしていきますだもしねえー、っとねいや管理業務主任者ってねどういう試験なのとかね ま,あまだ、ね、今年は実験しなかったんだけどどんな感じだったのかなっていう皆さん、まあ、大雑把なな、ね、感覚をつかんでもらうのはできますが、えー、っと具体的にどういうものが出たかっていうのはお手元にないのでなんとなく聞いておいてくださいね。だ私はもう皆さんお手元に今年の問題冊子があるということでお伝えしますから。いいで,す、ねはい、で例えばですねあの、まあ、問題でいきますとね、うんまあ、第1の所感といたしましては そんなに難しくはなかったかなって印象はあるんです。法令編ね。英民法とか区分法とか。そんなに難しくはなかったかなって。たださっき申し上げたちょっと個数問題なんかもあったしね。あと難易度高い問題もありましたよね。だから、そうね、基本的なところをね、いかに抑えてるかなっていうところかなと思います。まあそうなんですよね。ただ、私ね、私に限らずなんですが、 まあね有山先生も亀田先生もねあと太田先生大浦先生ねまあ担当は空田先生ねもう必ず言うでしょう学問をやってくれってでここから先はですねあのどうなんだろう私はこういうふうに言ってますよって話をしますただ他の先生がもしね違うことをおっしゃっていたらまあ、それは若干ズレがあっても気にしないでね何かというとねあの例えば今回は管理業務主任者試験まあちょっと「官業さん」って略しちゃいますよえっ、ー、と官業さんを受ける方ね もちろん管理業務者試験の過去問はしっかりなきゃダメよなんだけどやっぱりマンション管理士の試験もやってほしいんですよ。あの過去問といった場合にはねやっぱりマンション管理士の試験を受ける皆さんは官業さんもやってくれってで官業さん試験を受ける皆さんは満官もやってほしいなってでできればできれば宅建試験ね。 まあ、宅建試験民民法法だだけけでででいいいいんすよと他のとこやんなくていいから多分、宅検業法ね。えー、宅検試験って言うと、宅検業法は16問出るんだけどさ。え、ね、ー、20問だ、20問出ますけどね。20問出ますけどね。えー、20問出るんですけどね。なんでやんなくていいからって感じね。ただ、官業さ、1問しか出ないんだ。なんだけど。ね、民法あたりの問題はね、えー、っと、宅検試験もやってほしいなといつも私は申し上げてます。<laughs> いや、それはなんでかというとね。 だってって感じねだって真ねして出てくることが多いんだもんっていう感じなんです。えー、っとねその過去に出たようなものね今申し上げた満漢とか宅見とかねえー、っと過去に出たことあるようなものを、まあ、参考にしてるのかなーっていうような印象があるんです。で問題出たりするんですね。まあ例えばね今年の問題でいきますとねどうかなあ。ね。あの鳥の3番に無限大理が出たんですよ。問いの3番で無権代理が出ました、ね えーっとこれもろに宅研試験なんかではもうバンバン聞かれる問題なんですよね。えー、っとこれね問いの3番なんかこれ無権代理が出まして無権代理の相手方ができることは何か催告取り消し履行損害賠償履行または損害賠償請求ねあとは表見代理の主張とか悪意でもできるのは何か催告なんですよ。なんてね。 悪意でもでもきるつまり無権代理人と契約をしたことを知っていたとしても本人に追認するか田舎の催告はできるんです。ということでいきますと3番は答えやすかったかなということね。あと例えばね問いの2番なんかもそうなんです。問いの2番ね。まあ卓研試験なんかでもね学校出てるんですよ問いの2番のね。何かというと成年非後継医の保護者。 青年年年人人ね、まあ青年非後見人の保護者である青年後見人には同意見とい,い,いうのは前もって OK を出すことね他の保護者にあるんだよ未成年者の親権者ねいわゆる法廷代理人とかねえー、まあ親権者というかね、まあ、親御さんと言っちゃっていいでしょうね未成年者の親御さんとかねあとはそれからもねまあもちろん家庭裁判所判断も入る可能性あるかもしれませんけどねそれはちょっと置いといて、ね、えー、っとね補佐人にも 補助人にも同意ははあるんんですなんだけど青年後継人には同意権ないんですよ同意,同意のことをやってくれるとは限らないからです。だから前もってね同意を持ってるよと言ったって成年非後権人の行ったこういう契約は取り消せるんですよ。なんていうのがありましてね。まあということでございますんでね、A、取り消しの対象になっていくということなんでそういう知識を持ってると2番3番あたりは答えが出せたかなと思う。だ今申し上げたようにね それぞれぞのテーマ、例えば問いの2番は年制限行為能力者まあ問いの3番は代理だそれぞれのテーマにおきましては割と基本的なんですまあただね知らなければどうしようもないなってこともありますのでまあでもこれ単純正誤問題だからねこの問題あたりできてほしかったかなって気もしないでもないけどねえー、なんですけどうん、えー、あとね例えば問いの4番なんかもそうだったな問いの4番ねえー、問いの4番なんですけどね 代金を支払うことができない。ね、選択肢4番台にあるんですね。代金を支払うことができない。代金って金銭債務なんですよ。あの金銭債務はね。不可抗力を持って抗弁とできないなんていうのがあるんです。あの金銭債務につきましてはね。まあ、不可抗力を持って抗弁とできない。なんのこっちゃって感じなんだけどね。いやどんな言い訳も通用しないんです。どんな言い訳も通用せずに。 債務不履行になっちゃうんですよで金銭債務はね履行不能がないんでだからどんな言い訳も通用せずに約束破っちゃったら履行地帯になっちゃうんですよというのがありましてねだからこの辺りもね、まあ、脱券試験なんかでも聞かれてるんですなのでね、えー、とそういったことをね心がけて、ね、まあこれから区分法の話をしますがこっちはどっちかというとえっ、ー、とねマンション管理者 管理業務試験そのものですよこの過去問なんか出てきてるんだけどやっぱり民法はね、えー、歴史のある宅研試験の主催テーマを参考にしてきてくれるっていうことがありますんでまあそこまで視野に入れて過去問演習してる皆さんは解きやすかったかなと思うまあただねお時間の都合とかいろいろありますから、ね、そこまで視野に入れてない方は若干厳しかったものもあったかなと思いますやっぱりねえー、っとね適一生懸命うこれも大事ですだけどどうしても過去問ですよ ねえー、だからもう管理業務就職試験を受けるならば官業さんの試験をやるのね過去問をしっかりやるのは当たり前でもってできればマンション管理で民法あたりになりましたら宅券試験ね、えー、このあたりまでをしっかりトレーニングすると今年の問題はやりやすかったかなという印象はありますであとですね例えばですねまあそんなにね長いこと話はできないんですが、うん ね、えー、っとですね私の担当でいきますとねあそういえばなんか変な問題ありましたねこれねえ壁らねタイルの剥落とかね変な図がありましたねこういう問題もあったんだけどまあそれはもうね亀田先生の担当なんで私は触れないでいきますがあとですね例えば皆さん驚かれたかな驚かれてないかなあの当時の38番ねえー、っと38番にあの最高裁の判決ですよね最高裁の判決の問題出ましたね はいでこれはですねこれはだから満館とかね官業さんとかねやってると結構有名な判例なんだけどなーっていう感じまあ、特にね当三38番なんですが「あのう」とか「え」ね「受任限度を超えると認められる場合を言う」うん相当とおりとかね、まあ、だからということねえー、っとね例えば「え」のようなものは受任すべき限度の範囲内になるよーなんてね、えー、こういうまあいわゆる「受任限度論」というんですか その時の判例ではもう必ず使われるほど有名なんでまあですからそうね「えー、これ最高裁の判決によれば」って書いてあってもう民法でもなし区分法でもないですね法律ではなくて判例の知識を聞いてくるもう単純にこれはたあの知識問題ですよこの判例こういう裁判所の判断を知ってますかいや民法とか組法じゃないからねって裁判所の判断だからねっていう、ねね、問題なんで そういう意味においてはこれ非常に難しいというかこう難易度高いですよ。なんだけどね、えー、過去問しっかりやっていてこの受人言動論の話を聞いたきに、えー、こういう判決がね結構有名な判例でありますのでだこれ満貫さんとかね、えー、官業さんの問題しっかりやってる皆さんにしてみれば、うん、答え出たんじゃないかなっていう気がします。<laughs> まあということでねえー、っとその辺りをしっかり押さえていればできた問題だったんじゃないかなって気がするんです。 あとまあこれね、あまり細かくて言いませんけどね、鳥の39番あたりはね、えー、もうこれ環境で何回出てるんだろう。鳥、ね、の39番なんかね、まあどっかで見たことあるよって方多かったと思いますよ。で、見たことあるはずなんです。まあ1番とか2番とかね、えー、っと、これで二2回か3回ぐらい出るんじゃないかな、足単位でいきますと。まあぐらいね、しょっちゅう出てくるものなんで、えー、ちゃんと学問しっかりやってもらえればよかったかなと思う。あとはね、えー、っと、やっぱりね、私ね、これ問題解いて思ったのはですね、 まあもちろんね、あのほら、正確な知識を覚えなきゃいけないってありますよ。あるんですけどね。えー、っと、まあ、区分法の方でもね、問題ありましたでしょ。何かっていうと、誰に、ね、えー、っとね、伝えるかっていうんで、理事長じゃなくてね、幹事さんですよ、んとかね。まあ、そういうね、えー、単純知識もございました。えー、ったんですけどね、ただね、例えば40話みたいなやつよ。えー、っと、40話みたいな問題っていうのは、こういうのはね、 まあ単純に知識じゃなくてててやっっぱり全体を捉えているか話一辺倒でまあ覚えなきゃならないものもたくさんあるから頑張って覚えるものもあるんだけど、えー、覚えりゃいいんだよっではなくてねやっぱり全体的に理解それも大事だと思います。といに40万そうなんだけどねあのー、もうこれは例えば一番がね「滞納している事実を認めた」って書いてありますでしょ。これ承認じゃないですか。 承認まあだからねえっ、ー、といわゆる承認によって時効というのは更新しますよね。承認によって時効が更新する。もう単純ですよ承認時効の更新ね証明時効の更新、はい。というふうに抑えてるこれ知識ですよ。でその時ねまあだから承認ってどういうことまあいろんなケースがあります。なんだけども簡単に言うと債務者の方が私債務を負ってます。ね、えう、ー、ふ自分で認めることです。 というイメージをね、もう全体的イメージをしっかり押さえている方はそういう気がついたはずなんですよ。事実を認めた、お承認じゃないか。じゃあ更新するよね。はい、その通りってね。なれたと思います。とかね。あと2番なんかもそうかな。相続人が、承継するか、しますよ。だって相続人だもん。だからこれね、まあこの問題はですね、何かこうね、えっ、ー、と、いわゆる滞納管理費なんてね、限定かけてきてるんだけど、 そそもそも相続って相続っていうのは、ね、例えば民法の規定に行くと無限にね承継するとかあるんですよ。で無限にっていうのは相続にはとにかく知っていようと知っていまいとね非相続人亡くなった方の債務は負いますって承継しますっていうやつなんでね。だけどもことですよ。だ相続ってそういうシステムそういう制度がし相続だって分かっていればやっぱり2番もね えー、承継するってするよねって分かってきたと思うし4番なんかもそうかな法規って何だろう相続法規で今度は逆なんですよあの承認っていうのは単純承認っていうのは一切合切全てですよ知っていようと言いまいとねまあ全てを受け継ぐのが単純承認法規とは逆です何も受け継ぎませんまあ簡単に言うとねまあイメージとしては簡単に言うと私いなかったことにしてくれって ただ、ね、お父さんお母さんですよ。お父さんお母さんの財産に関しては私は存在していません。これ放棄です。あらゆるものを私は受け継ぎません。だからいないものとしてくださいね。私関係ありませんからさようならって。これ放棄です。だったら追わないよってそうだそうだよねって感じなんで。だから全体像ですね。た、え、だ、ー、相続ですとかあとね承認とか。自己の更新の承認ね。 まあどういった話なのかっていうのを全体像としてイメージを持っている方は例えば問いの40まで解きやすかったなと思うんですね、まあ、だからね覚えなきゃならないものいっぱいあったんだけどやっぱり過去問に出てくるもの完了は当たり前ただちょっとね、えー、満漢までもこれはやってほしいかなと思うでで,で,できるならば民法,、ね、民法の問題は宅検試験なんかまで手を広げて、えー、その過去問ねまあ仲間であるような試験の過去問をしっかりやるような学習方法まあこれは変わらなかったかなと思ってます だ今回はね、言ってね、今申し上げたように分かんないですよ。今言ったようにねいやそれお前ねごちゃごちゃ言ってるけどやっぱりその分かるよっていや簡単じゃんという方もいらっしゃればねなんだそうかよってそう考えれば答えてたけど迷っちゃったよ方ももちろんいらっしゃると思うだから、えー、簡単かどうかっていうとねそれは簡単にはいないと思います。基本的な知識とかね 押さえてる方は解きやすかった問問題題が多かっったたとと思うけど、まあ、時々変な問題もあったりとかねしたんで、えー、だからね、えー、どうなんだろうねってねどれぐらいできたかなっていうのはそれこそデータを見てみないとわからないんでまあ皆さんね手応えとしては何となく宙に浮いてる手応えかなと思うんで皆さんそうだと思いますんであまりね細かいことは気にしないようにしておいてください。さあではねお時間になりましたんで私の担当ね民法とか区分法あたりの解説は以上とさせていただきます。 皆さん、お疲れ様でございました。